はい、今回推しの子第2期のね、初回の方ですね、第12話東京ブレードが放送されましたので、その振り返りと、まあ、原作との違いとをねやっていこうかなと思います。今回なんですけれども、前回は11話ということで第1期最終回かなりいい終わり方でしたし、非常に派遣候補としてもしくはこうアニメーションとしても非常にクオリティが高くて良かったと思うんですが、まあ、2期の予告だったりとか、そして星野愛のナレーションを入れたりとか、非常に素晴らしい終わり方だと思うんですけれども、ようやく待望の第2期となっていて、まあ、2.5 次元編となっております。今回この第1話の方を見た限り、かなりこう原作の方をアレンジしながらというか補完しながら、非常に膨らむ形でテンポよく進む素晴らしい第2期のスタートだなと思います。まあ、今後の展開としても非常に期待できる内容だったと思うので、今回ピックアップしていこうかなと思います。ぜひ皆さんのこちら推しの子第2期の感想だったりとか、もしくはこの原作との違いだったりとかあれば、コメントで教えていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まず今回原作の第5巻41話顔合わせからのスタートする内容となっているんですけれども、いきなり冒頭からアニメオリジナルの展開となっています。この東京ブレードも完成したものを客席から見る視点からのスタートとなっていて、完成したものを最初に見せられるというまさに始まりを感じるアニメの追加描写かなと思います。まあ、原作を読んでいない人からすると、まだ役を誰がやるかもわからない、まさにこうアニメ初見からすると急に始まった感が出ていて、2期の始まりとして演出としては最高だったんではないかなと思います。もちろんこのシーンはこの第1話においても非常にシンプルなる上で必要なシーンだと思っていて、改めて構成うまくできているなと思いました。まあ、主要キャスト6名が壇上に立ち、フルスクリーンで描かれるこの東京ブレードからまず開幕していきます。そしてオープニングですね。オープニング1期よりもより具体的な内容かつ舞台と、まあ、推しの子のテーマですよね、これが交差するオープニングとなっていて、アクアとルビーの前世を重ねて見せていくのも非常にこう感慨深くて、もう鳥肌が立ちましたね。最後が特に良かったんですけれども、客席に星野愛が東京ブレードを見ているのが、また二人の人生を天国で見つめている星野愛が描かれているのが良かったなと思います。オープニングを原作ではね、顔合わせとなるんですけれども、そういう部分よりもすでに始まる東京ブレードのメンツが一気に紹介されていきます。その場ルビーがね、星野愛の墓へ行く場面となっていて、前回一期の最後のカットから原作通り近況報告となっています。アニメのカットでしっかり補足が膨らむ一期のこう復讐的な部分の描写も非常に多くて分かりやすくなっていました。そしてアクアからね、東京ブレードの解説があって、顔合わせをすでに済ましたところからなのもテンポ感が良くて非常にまとまりがいいなと思います。没入感すごいですよね。で、演技舞台に対する情熱のシーンも先に持ってくる、もう構成が全然変わってるんですけれども、これは本当にアニメらしくて良かったなと思います。で、それぞれのポテンシャルの解説も原作通りとなっていて、そして姫川ですね、今回も注目キャラとなっているんですけれども、原作ではこの数ページでこの姫川と有馬川のこの演技力ということが描かれていくんですが、このギャップというところが描かれるカットがアニメでは冒頭の実際の東京ブレードと公演と同じカラーとなっていて、これペンキで描かれていきます。で、有馬かなはオレンジ、姫川は青ということで、アクアと黒川あかねに飛び散るような演出となっています。それほど共演陣もインパクトを与えられているという表現があまりにも秀逸すぎて、ほんとここに関してはアニメで素晴らしく進化していたかなと思います。またいいのが2人の色ですね。青とオレンジが混ざることでできる黄色っていうところが所々で描かれていて、これからどんどん稽古を詰めていくことで重なっていく演技っていうところを象徴する見せ方となっていました。まさに絵を描くような演技で混ざる演出となっていたかなと思います。最終的にはこの2人がね、役になりきってこの見せ方っていうのもアニメオリジナルとして追加となっていて、感動する演出となっていました。もちろんメルトもね、忘れちゃダメなんで大人気なんでね、そういうところも原作通り進んでいきます。で、そして黒川茜が有馬かな私を見ろの、ね、演技にすぐに分析していくのも原作通りとなっているんですけれども、アニメではがっつりメモを取っていたりとか、その辺に関しても解釈がかなり広がっているかなと思います。役者というものが描かれる前半が終了して、後半は原作そのまま進んでいくんですけれども、まあ、稽古3日目となっていて、まあ、黒川茜が稽古の解説をしていきます。ここもしっかり原作通りですね。ただ細かいアニメ描写のカットを挟むことで、この黒川茜の解説もより解像度が上がる仕様となっていました。で、先盛りの字がわからないのところもちゃんと先盛りの絵が後ろにあったりとか、メルトも読める気がしないのもわかりますね。で、その後グループができているというところで、そして黒川茜の彼氏、まあ、アクアがね、こう有馬からを見ているという状況から、有馬からの生き残るための戦略、黒川茜が敗北する宣言をされてしまいます。で、このプクーもね、めちゃくちゃ可愛かったですね。原作通りなんですけれども、めちゃくちゃ良い感じに描かれています。で、黒川の演技指導なんですけれども、ここから原作の帰りが描かれていきます。黒川茜だけこう白く取り残される演出もアニメならではとなっていて、さえ姫について語られるこの巻ヒロインなんですが、これについては黒川茜っていうのがこの原作との違いだったりとか、さえ姫の描き方について非常にこうフォーカスしてるから周りが
が見えなくなっているという状況かなと思います。そんなサヤ姫について、まあ、出番が少なくてキャラ分析が素材が少ないということを言っていて、比較にこう星の愛のパズルを描いているのも良かったですね。前回のこの第1期の方では星の愛のパズルをしっかり組み込むことによって星の愛を模倣していたというか、完璧にコピーしていたのがこう黒川茜だったので、情報量が多い素材との対比を描くのは黒川茜のこの本質という部分が描かれるのもめちゃくちゃよくできていたかなと思います。でここから原作との違いという部分が描かれていくんですが、このサヤ姫が記号的なキャラクターになっているという話でした。サヤ姫は原作でも不遇なのに今回舞台としても不遇な扱いを受けている。ここに落とし込む黒川茜だからこそその感情の揺らぎの表現が本当にうまくできていたかなと思います。でこの後脚本家原作者が来訪する展開に移りますが、原作では京アマのね吉祥寺先生と東京ブレードの原作者、まあ、アビコ先生がね飲み屋での会話があるんですが、ここがね丸々カットされていて一緒についてきてもらう経緯が省かれていました。あえてこれは1話の展開としてもインパクトを持ってくるためにカットされていると思います。ただここっていうのは先行の PV でカットがあったので多分2話以降で描かれるのではないかなという変更です。そして脚本家へのサヤ姫のキャラ変更についての質問の場面へと移ります。演劇としての改変、尺の問題とオーディエンスへ伝えることの配慮、ここもオリジナルのカットとして黒川茜の先ほどやったこう演技指導の場面を例に挙げるのも分かりやすいこう描写となっていました。でキャストごとのバランスも赤と青で表現するともうなるほどってなりますよね。このあたりも原作通りセリフとは全く同じなんですけれども、分かりやすさがもう段違いとなっています。そして脚本家としての意図、監督の見せたい部分を見せる手法となっていて、舞台装置としての説得力がよりこう強化されるというか、その方がアニメの方が図がシンプルとなっていて分かりやすかったと思います。そして阿比古先生登場ですね。吉祥寺先生がめっちゃメルトに冷たいのもそのままで、まあ、最高でした。まさに原作という子供を侮辱した親の仇というところでしたね。でそれぞれの演技を見て感動する阿比古先生なんですけれども、でこう原作ではここね阿比古先生が好反応なのを吉祥寺先生がねこう見ているんですが、この部分も丸々カットされていて全部直せというね、この声色の変更もすごい良かったですね。阿比古先生すごい可愛らしい感じなんですけれども、この全部という言い方に対して集約していたかなと思います。このあたりもこうノイズとなる部分が非常に丸くカットされていて、この重みっていうところは変わっていたかなと思います。もうこれ原作の途中とかなるんですけれども、ここで第1話を切るっていうのも本当にうまいですし、第1話を見る限りでもこの2期がもう神アニメとなるのが予想できたかなと思います。そしてエンディングね、こうルビーがしっかり描かれる。今回本編の方でおそらく出番も結構少なめとなってくるのでめちゃくちゃ嬉しいです。以上今回第1話を簡単に振り返りながら原作との違いをピックアップしていきました。本当この第1話を見る限り、原作をそのままやるのではなくて原作をしっかり活かしながらもアニメ描写として何倍もグレードアップすることによって、没入感だったりとか理解度、解像度ってところが倍増した回だったのではないかなと思います。今後第2話以降もめちゃくちゃ楽しみなんで、ぜひ皆さんの感想だったりとか原作との違い、ここも良かったのであればコメントをお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。